ファーストホリオのアテネのタイモンの表紙ページ。アテネのタイモンとは、ウィリアム・シェイクスピア作の儀曲。正式題名は、アテネのタイモンの生涯。主人公は、伝説のアテネの人間不信化タイモンで、同名の哲学者、タイモンの影響も考えられている。シェイクスピアの作品でも曖昧かつ難解な作品の一つとみなされている。 アテネのタイについては研究者たちの間で議論が絶えない。主人公の変貌の過程や死など、いくつかの脱落がある奇妙な構造で、そのために未完成説、合作説、実験作説と言われることが多い。書かれた時期に関しても、最初期、最後期、後期ロマンス劇の直前と、諸説ある。ファーストホリオなど一般には、悲劇に分類されているが、 主人公が死ぬにもかかわらず、問題劇とする研究者もいる。アテネの大門の財源となったものには、プルタルコスの対比ヒレツ伝、アルキビアデス伝、ルキアノスの対話編、人間嫌い大門が挙げられる。アテネの大門が印刷されたのは、1623年のファーストホリオが最初である。19世紀以降、アテネの大門の変わった特徴は、 シェイクスピアと別の劇作家による共作の結果だという指摘がなされてきた。共作者の候補者の中でも最も有力と言われるのはトマス・ミドルトンで最初に指摘されたのは1920年のことである。1917年、ジェーム・ロバートソンはジョージ・チャップマンをシェイクスピア作と言われるし恋人の嘆きの作者かつアテネの大門モンの考案者と主張した。一方、 ベルトルトブレヒト、フランク・ハリス、ドルフ・ソエルナーら多くの人々はそうした説を否定して、アテネのタイモンは実験作であるという主張をした。もし誰かが別の作者の擬曲を改訂したら、それが定着して、ジャコビアン時代の演劇のスタンダードになったろうが、アテネのタイモンはそうならなかった。ソエルナーはこの劇が変わっているのは、若い方学者たちが観客となるであろう。 放送委員で上演されたからだと主張した。しかし、ここ30年の間のテキストの言語学的分析の結果、この劇に含まれる多くの語、句、句頭点の選び方が、シェイクスピアには稀だが、トマス・ミドルトンの儀曲では普通に使われているものであることが分かってきた。この言語的特徴は特定の場面に集中していて、アテネの大門がミドルトンとシェイクスピアの合作。 それも後からどちらかが改訂したというよりも、共同で書いたことを示しているように見える。オックスフォード版の編者ジョン・ジョットは、ミドルトンの存在がこの劇をおろそかにしていい理由には、ならないと書いている。アテネのタイモンは、そのテキストが異なる資質を持った二人の劇作家の対話を表したものであるゆえに、一層興味深いものである。とはいえ、これらの理論のどれ一つとして、 研究者の間でコンセンサスが取れているものはない。シェイクスピアの存命中に上演された記録はないが、アントニーとクレオパトラ、コリオレイナスもそうで、研究者たちの多くはそれらと同じ頃に書かれたのだろうと信じている。痛々しいトームは、コリオレイナスやリア王に通じるものがある。1608年に出版されたジョンデーの戯曲、ヒューマーアウトオブブレスの中に、 鳥巻きたちにすべてを与え、自分にはそれ以上のものを買うた主人という言及があるのは、おそらく、アテネの大門のことだと思われ、もしそうであるならば、1608年以前に作られていたことになる。また、この劇で5番目に、セリフの長い、詩人役を、シェイクスピア本人が演じたという説もある。1678年に、トマス・シャドウエルはこの劇を改作して、 アテネのタイモン、または人間嫌いという題名で上演した。この上演が人気があったことは、後にヘンリー・パーセルが作曲したことからも伺える。シャドウエルは新たに二人の女性キャラクター、タイモンの不実な婚約者メリッサと、タイモンに捨てられる中節の夫人、エヴァンドレを追加した。1768年には、ジェームズ・ダンスが別の改作版を作り、 1771年にもリチャード・カンバーランドがドルリー・レーン劇場での上演のための改作版を作っている。他には1786年のトマス・ハル・版、1816年のジョージ・ラム・版がある。改作はそこまでで1851年のサドラーズ・ウェルズ劇場でのサミエル・フェルプス主演の上演からシェイクスピアのテキストに戻された。 第一部、第二話から、気前の良い大門第4幕第一番から、社会を見捨てた大門大門の模様の催す盛大な縁に、多くの人々が集まってくる。大門が太っ腹な性格で、誰にでも物をくれるのが客たちの目当てだった。皆が皆大門を褒めちぎるが、哲学者のアベマンタスだけが大門を、クソミソにけなす。ベンティニアスが、不才で有罪になると聞くと、 タイモンは代わりにその金を用立てる。しかし、タイモン本人は知ろうともしていなかったが、これまでの当人がたたって、タイモン自身が多額の再建を被っていた。ようやく事実を知ったタイモンはこれまで善意の限りを尽くしてくれた友人たちに借金を申し込む。しかし、ベンティディアスを含む全員が、引かなかったふりをしたり、金がないとタイモンを見放す。 タイモンは絶望のあまり、人間不信に陥り、縁に集まってきた友人たちに、湯と石を浴びせかけて、罵声を浴びせ、そして、アテネを去る。城壁の外の洞窟に、一人住み、友人たちを、アテネを、倫理的価値観を覆す金を、さらに全人類を呪う。アテナイを追放され復讐をくわてていた、アルシバイアディーズの道場や、執事サービリアスの変わらぬ忠義も、 タイモンを元に戻すことはできなかった。アルシバイアディーズが軍勢を率いてアテネに入場したところにタイモンの孤独なしの知らせが届く。タイモンは全人類を憎む墓姫を残していた。ありがとうございます。